北陸鉄道か南線。河南線は石川県にかつてあった北陸鉄道の以下の鉄道路線の総称である。路線の地域は加賀の再生南部地域であるが山岳地域を除けば最南部となる。これらは明治から大正初期にかけて加賀温泉郷の山中、山城、淡津、片山津の各温泉街より北陸本線を結ぶ目的でそれぞれの地元資本により 馬車鉄道、山中馬車鉄道、山城軌道、淡津軌道、片山津軌道が建設された。1910年に県知事に着任したリノイエリュスケは温泉地の道路改良に取り組んだが財政難で中止していた。一方温泉地連絡の電気鉄道布設に関する女性の方針を表明し、リノイエ県知事と金沢商業会議所、海東横山省は、 各馬車鉄道及び大正寺川水田の代表と電気鉄道設立について協議した。そして大正寺川水田を除き横山明と各馬車鉄道代表者は電気鉄道の設立に合意した。1913年に温泉電気、資本金100万円が設立され、各軌道を合併し、改め起電化と相互連絡する鉄道、連絡線の建設を行うことになった。 さらに新淡津から小松駅及び大正寺から海岸周りで吉崎、あわら、三国方面への延伸も計画されており、淡津温泉、小松館及び大正寺、吉崎間の免許を得たが、淡津温泉、小松館は大正期に免許を執行。大正寺、吉崎間も昭和初期の強行等の影響による財政難で着工に至らず、未成に終わっている。 社長に就任した横山明は、小小屋鉱山で財を成した横山高尾の長男であり、横山工業部社長、金沢商業会議所会頭の職にあった。昭和一族の横山隆都市、男爵、横山工業部総督、下州銀行東鳥と共に、最大株主、二千株となり、他に流行が千株、流行の次男の春次郎、横山工業部理事、 金石橋社鉄道株式会社社長が350株、流行の産卵の吉松、横山工業部幹事300株、東横山工業部関係で総株数の33.5%を占めており、温泉電気の経営の実験を握っていた。営業成績であるが順調なスタートではなかった。旧馬車鉄道の軌動線が良好な成績を上げていたのに対し、 京弁鉄道の連絡船が足を引っ張っていた。温泉地層後連絡が目的である。連絡船は北陸本線との接続もなく、沿線に目星い産業を持たないことがその原因であった。そのため、京弁鉄道補助法により毎年補助金を受けることになった。第一次大戦後の不況期を契機として、横山明が本業の鉱山業に失敗し、 1928年に社長を辞任すると、株式の買収により、徐々に温泉旅館関係者の進出が見られるようになっていく。1934年には、山中温泉の旅館業者の中曽根次郎が社長に、弟の松本孝一が専務取締役が就任し、温泉電機は地元旅館業者の同族経営となった。 その間昭和金融強行による客足の落ち込みがあったり、水力発電所を建設して、電動電力の供給事業の副業を始めたり、さらに自動車会社の統合により地域交通を独占した。一方山中車国災により、旅客車の大半を消失するなどの損害を受けた。やがて戦時体制により、地方では一県一から二社を目標に、私鉄バスの統合を求められるようになる。 石川県でも北陸鉄道がほぼ全県を統一し、岡谷鉄道を除く温泉電気の路線も北陸鉄道か南線となった。戦後になると当時客を運ぶ観光路線として、1951年にロマンスカーを投入。1962年に、くったに1963年に、白鷺といった名物電車を走らせ、関西方面からの国鉄機動車急行の乗り入れも、 打ちされるなど、華やかな路線であった。新車が投入される一方、合津ず線では、国道8号線の改良工事に伴い廃線し、バス代行とすることが検討されることになった。国道8号線との平面交差が問題となったが、結局立体交差は無理として、廃線やむしとなった。さらに代行バスが、合わず、山城、山中の、 各温泉を直通するため連絡線の上谷駅、淡津温泉駅間は二重投資になるためこちらも廃止されることとなった。東京線と連絡線は連絡線の上谷駅、淡津温泉駅間が廃止された。翌年の1963年に統合され、山城線となった。1971年までに全線が廃止された。モータリゼーションの進行もあったが、 この廃止の背景には1950年代以降の北陸鉄道社内における労使紛争が長期化し企業としての体力が大きく損なわれていたことに伴う鉄道線の全線廃止方針が大きな影を落としていたこの上雷線の廃止については当然のごとく沿線自治体特に大きな影響を受ける加賀市が猛反対しただが国鉄北陸本線の特急停車駅を 大正寺駅にするか同郷駅にするかについては、沿線自治体間で激しい争いが続いた結果、国鉄が両駅の中間の作見駅を加賀温泉駅に改称した上で、拠点的な特急停車駅とし、従来か南線各線を利用していた温泉観光客が加賀温泉駅経由でのアクセスに移行したことで、当線の乗客数が激減しいた経緯があり、 か南線の将来性に見切りをつけた北陸鉄道は路線廃止方針を変えず予定通り廃止した。現在は各路線を継承する路線バスが運行されているほか、加賀温泉駅まで送迎バスを運行させている旅館も多い。線路が直接つながっていない片山津線を除いて原則として共通で運用されていたが、二両固定編成は主に山中線で使用されていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。